もう小だるま工房の小だるま幸太郎です。はい、昨日ねお出かけした時にビデオカメラで撮った動画な、あれ結局あれだ、パソコンさ読み込めなくてよ、もうどうしようもねえわ。あれもう初期化しちゃったわ SD カードでよ。初期化する時によ普通の初期化と完全初期化とあったからよ、完全初期化、めっちゃ完全初期化しちゃったんだわ。しょうねえや、もう諦めが肝心つうわけだよ。でもよ、そんなこと言ってもよ、俺なかなか諦められなくてよ、なんかたまたまよ iPhone の写真のフォルダ見てたっけよ、データがちょっと残ってただわ、ちょっと残ってたから、まあまあ見てってくれよな。最初はあれ、まあいっか、中で説明すっぺ、あと動画な見ながらちょっと説明すっからよ。あ、そういうわけで、はい、じゃあどうぞ。今日はね、ちょっとドライブしてます。お休みなんでやることないんでドライブしてます。いや、やることないってよ、うちの母ちゃんに言ったらよ、怒られちゃうよおめえ、やることはいっぱいやったよって怒られちまべよ。だけどよおめえ、あれだ、庭の木の手入れとかよ、雑草とかよ、いっぺい生えてったわ家なあ、あれよ抜いてくれとかよ、隣の鍵根との境目、違う違う、隣の境目との鍵根、あれよお隣さんさ、えっぺえ枝伸びてっちゃってんのなあ、あれ切ってくれって言われたわ。わかる。ドライブの目的はね、ここの稲敷市にある洗い屋オートコーナーで、ここね昭和チックなね、レトロな自動販売機があったわ。見てみこれ、レトロだって。これ使えったど、売ってったど弁当。これちょめちょめとか書いてあるけど、あれね、ちょめちょめやね、中身入ってねえってことなんだわ。で、まあ、ほら全部300円だって。これね、やっぱ買っちゃあれ、全部買っちゃあが、全部買っちゃあがと思ったけどもよ、まあ、全部は食えねえがんな、まあ、とりあえず金入れでちょめちょめんところだけ押してみっぺっつことでよ、押してみたわけだわ。次はでも押しても何も出てこねえからよ、やっぱり焼肉弁当だっぺっつことでよ、焼肉弁当買ってみただわ。お金入れてしてよ、あそこの上のちょっと赤いところを当てるしっかり読みでね、これ300円、懐かしいね、あの300って字がよ。で下からよ、ガチャコーンって弁当出てくるわ。でシュッて取ってカッとテーブルに置くわけだな。でな、こうこうしてるうちにも水のおっちゃんがよ、今度唐揚げ弁当入れてくれたわ。これもう買うしかんねえよ。やっぱ弁当つったっけ、唐揚げだよな。焼き肉もってからいけるのよ。やっぱ唐揚げに勝るもんなしっつうんだわ。知ってる、おいしいどおめえ、マヨネーズついてねえからマヨネーズつけて食べたわ。あれよ、あの弁当よ、結局食っただわ家で。家さ帰ってきて食ったらばな、食ってっとこの動画よ、ビデオカメラで撮っててよ、もうねえんだわ、もう見れねえんだわ照明なあ。せっかくよおめえ、俺の食レポ初めてやった食レポだとおめえ。だけどあれだ、まあ俺あれなんつーの、語彙力っつーの、英語で言うと言うと、ボキャブラリーっつのねえからよ。でもこう食っててよ、うまっ、マジうまっ、これうまっな。あとあれだ、熱っ熱っ、それしかねえだわ、これうまっ熱っ。全然食リポになってねえべ、しょうねえそれ。でも俺もあとも、なあよ、まあ後日またもう一回リベンジでよ、こん
同じところ行ってよ、弁当を買って食うからよ。まあその時楽しみにしてくれよ。いつも上半身しか映ってねえで、なんで下半身映ってねえの？なんで下半身映ってねえの？パンツ一丁だからです。したっけよ。